はい、皆さんこんにちは、ラブコちゃんです。今日もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。今日はめっちゃ久しぶりに島村に行ってきました。はい、めっちゃ久しぶりなんですよ。いろいろあって今月初めてなんですけど、前回1月25日のユミさんのあのバングル買ったあの日から行ってなくって、2月1日にコロナになってしまったのでしばらく行けてなくて、で今日ですね、昨日2月1日にオンラインでポチっていたヨウさんのお洋服があの店に着いたっていうことで今日取りに行ってきました。はい、なのでまあちょっと今日はね取りに行っただけなんですけど、ただ咳が落ち着いてないのでちょっともう体調も徐々に落ち着いたら一部店舗の方でね、まあ、シマパッとしたいなとは思ってるんですけど、まあ、今月中にできたらいいなっていう感じでまた行こうと思ってます。今日はねこれだけ買ってきました。はい、さっと行ってさっと取ってきたっていう感じですね。はい、ということで今日受け取ってきたのはヨウさんのオンラインの購入品になります。ヨウさんの初めてのアパレルでオンラインのみの販売でした。素敵なイルソレローレかなっていうブランドですね。はい、この着こなしが素敵なヨウさんのブランドで、買ったのがこの言ってたジュディ・ヨングのやつを買えました。商品名がヨウプリーツプルオーバー M サイズ淡い茶、税込み1419円、501-4569です。素材はポリエステル 100% です。こんな感じのプリーツになったプルオーバーです。薄手のベージュのプルオーバーになります。試着しますかって言われたんですけど、なんかあんまり長居するのもあれかなと思って試着せずに買ってきてしまいました。それとここがパックリと、袖のとこがパックリと割れてる感じのプルオーバーです。このベージュと緑があったんですけど、私はベージュを買いましたが、どうだろうね、思ったより肌色っていう感じかなと思います。はい、ということで着てみました。こんな感じです。ここに結構ね切り込みが肘ぐらいのところまで入ってるんです。なのでこうやった時にちょっと広がる感じが可愛いかなと思います。二の腕もパッツンパッツンではないし、こう身幅もまあそんなにピッチピチではないかなっていう感じの M サイズ感です。で後ろはこの留めボタンになってるんですけど、これはいちいち取らなくてもかぶるだけでスッて通る感じなので、ここをね取ったり外したりがないので、それはストレスフリーだったかなと思います。で袖と裾がメロになっていてひらひらっていう感じで可愛いから、今からどうやって着ようかなと思ってるんですが何にも考えてなかったんですが、で首のところは広すぎずですね、狭すぎず、どっちかっていうとそんなに広すぎないけどすっきり見える感じかなと思います。はい、ワンコーデ目はサロペット合わせです。インスタでヨウさんが黒のサロペットと合わせてらっしゃったので、私は茶色にしてみました。こんな感じで腕を動かすたびに表情が出て可愛いのと、あとこう広がるから、ここがなんか肩が華奢に見える気がします。なんかここがすっきり見えるので、肩幅広い人とかも逆にいいんじゃないでしょうか。こういうベストタイプのトレンチとかを合わせても可愛いかなと思います。はい、こんな感じで
はい、次がタックパンツに合わせてみました。こういう落ち感のある今トレンドのタックパンツに合わせて、とても可愛いと思います。茶色はい、まだねこのままだと寒いけど、はい、まあ、春はジレとか合わせても可愛いかな可愛いかなと思うんですけど、春なのでこういう薄綿コートでちょっと春っぽくのインナーとして、あとはこれはユミさんのジレに合わせてみました。こっちもボリュームがあるから、ボリューム、袖ボリュームあるし、こっちもボリュームあるから意外と合うんじゃないでしょうか。寒いうちはまだちょっとジャケットのインナーとしてね、袖をチラ見せする程度でやっといた方が、まだ寒い寒いので、もう結構袖も割れてるので、寒い、なんていうの、ヒートテックみたいなのも着れないし、結構まだやっぱ寒いかなと思うので、春用で割り切って、春から初夏用で割り切って着ようかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今日はオンラインで購入した、ヨウさんの初めてのアパレルのこのジュディオングタイプを購入したので、そちらのご紹介でした。少しでも参考になったよっていう方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。